すごい久しぶりの店舗ですね、新宿。もしかしたら3年ぶりとか4年ぶりぐらいかもしれない。注文の商品を探してます。アリア、事務所になってるんですけど、1年間全く取引がなかった。で、本来だったらそれはいけないんですけど、今聞いてみたところ、まあ、5年に一度の時に、まあ、なかった理由を書けばいいってことで、ただ5年に一度の更新は必ずしないと免許が失効になると。で、主任車掌も5年間なんで、これがそれまでに半年前までに法定講習をしないと、免許は切れると。ただ免許に関しては切れた後も法定講習すれば復活するということですね。全然わかんないですね。一度もその業界にいたことがないのに不動産免許ですからね。どうなんだ。26年に登録して5年後31年っていうのはいつなんだこれ、これこの前買ったフードですね。フードをつけてちょっとだいぶ、普通のこれメガネなんですけど、ノバさんというところのフードをつけるとだいぶちょっとパンクになります。これ取り外し聞きます。前を紹介したと思うんですけど、ありました、こんな感じ。また23時また23時です。新築カーテンがないんで、ここに作ろうと思いまして、カーテン代わりにプロジェクターのスクリーンを買いました。といってもこれも1万円ほどという激安。ここにこうカーテンの代わりにつけると思います。こんな感じで1万円です、このプロジェクトの作り。今日は1日出た、3年ぶりかな、新宿の店舗に出たのは。帰ります。